ールみたいにアレンジしてみようみたいな。これは、うん、どうしあの6月に集まれたら集まる、あ、5月だ、5月に集まれた時に、うんうん、あの結果発表したいので、ちょうど今日の午後から発送するから。わあ、あー、なるほどね。うん、販売終わって、終わってっていうか、うん、これ色合い難しいな。難しい、うん、ピンク。マジでアレンジ無理なんだけど、ごめんどうする。あ、なんだっけ、ここは石だよね。そうそうそう、しかも前はさ、もう中途半端そのまんまだよ、今下でも何もしてないんですよ。しかもね、この布じゃなかったのよ、私のあのテロテロ布だ。あ、そうだね、あ、これやりやすいよ。これはやりやすいと思うけど、うん、アレンジがね、アレンジ難しいと思う、今回、うん、思う、思う、てまあでもみんな買ってくれたから、なんかへアレンジ、こういうアレンジだろう、何枚も刺して買ってくれた方もいて、うん、そうなの、ありがとうございます。なのでそういうの可愛いね。これ黒とかに刺したらめっちゃ可愛い。見て、これ黒に刺したやつ、あれ、あれいい、あれいい、可愛い、可愛いな、入るよね、黒かっこいい。普通に私ずっと紺だと思って刺しててさ、うん、インスタ見た、うん、これ黒だった。いや、わかんないよね。おいです。はい、お願いします。はい、あやこです。鯉のぼりアレンジ、そう、悩んだね。何せこの糸の色に合う糸の色がわからない。そして鯉のぼりって滝に登るってなんか調べたらあったから、木のぼりじゃないけど水に登ってるみたいな感じのこう滝を描いたんだけど、この鯉のぼりが負けないかが心配。ちょっと一か八か負けちゃうかもしんないけど、刺してみようと思います。社長、ビッグボス、いや、ノブさんが染めた糸を、ノブさんが染めたって言ったら間違えられるよね。ノブさんって人が染めたのかなってなるよね。あれ、水色、濃い、こう、くすみの青というか水色か、に、ちょっといろんな色がね、こう混ざってる。ここわかんなきゃ、こういうちょっとうねうねした図案を刺してみようと思いまーす。はい、途中まで刺しました。うわーって刺したけど、果たして、鯉のぼりの輪郭が出るでしょうか。ちょっとここね、こう真ん中寄るような図案にしたから、ちょっとどうしてもこう寄っちゃって、すっごいね、いとこきしたんだけどね。よし。あと残り、ここを刺したら、全体的には、滝の流れができるんだけど。あ、残りここ刺したら完成するので、後でお披露目会の時に完成見てください。どうなってることやら。じゃ、またね。あやこでした。なんだっけこれ。鯉のぼりのアレンジを刺してます。もうほとんど終わりで、あとここだけ。ひとめ朝の葉を刺して完成かなと思っているところです。ここにひとめ朝の葉を刺して、ここは十字でできるひとめの寄せ模様までいかないのかなみたいな感じにして、ちょっとバランスが悪かったので、ここにも朝の葉を入れようかなと思っています。ちょっとね、ここもバランス悪くなっちゃったなと思って、ここにしたならこことかにして、もう一個ここら辺に入れた方がなんかバランス良かったのかなとか思ってはいるんですが、やっぱこういう配置もセンスとか経験とか、やっぱそういうのをさ重ねていって分かるものがあるのかなと、経験不足です。他の色でこの鱗部分をもうちょっとこう何個かね、全部ちょっと刺すとうるさいのかなと思うから、なんかもうちょっぴりだけ刺してみるのもありなのかなと思ってますが、ちょっと今年はこれで飾って
様子を見てみようかなと思ってます。うん、そうするとあやこさんがちゃんとこの刺してる間も喋っていて、私無言でひたすら刺して終わってたので、ああここって喋らないといけないんだなと思って一応喋ってはいます。たさ、二人ともライブ慣れしてるじゃん。おしゃべりも上手だしさ、やっぱり刺すときって静かに、静かにというかね、あんまり喋らずに刺してるし、まあ、サガモンで集まって刺すってなったら喋るけど、もう口だけ動いて手が動かないじゃん私は。みんなはさ、サク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 刺してるんだけど、そうだからちょっと喋りながら刺すって難しい気がしております。そもそもここ朝の葉にしようと思ったのは、子供の成長を願うみたいな、お守りだかね、魔除けだかとして使われていたよっていうのがあったはずで、節句も子供の成長を願ったりとか、意味としては結構いいのかなと思って、この朝の葉を選びました。もう一つはやっぱり朝の葉、去年一目朝の葉を何回か刺してみて、結構やっぱり難しくって、今年のつなぐで一目朝の葉を今年は上手に刺せるようになりたいって自分で書いたんだけど、この間もう YouTube にも出てると思うんですけど、一目朝の葉ではない何か化け物みたいな、一目平行四辺形って言われたんだけど、やり直しというか、というかまあ一回ちゃんと綺麗なの刺したいなっていうリベンジも兼ねて、一目朝の葉を刺してみております。で、変わるかっていうのをやっていきたいなと思っています。個人的にやっぱり一目朝の葉は難しいしさ、やっぱこう四角の中とか丸の中じゃない、こういうなんていうの、曲線があったりする中だと、ここどうしよう、ここ、こうかな、なんかやっぱこの端っこを、ところなんていうの、柄が切れちゃうところがすごい難しいな。こう可愛い感じになっちゃったな。並べてアレンジで色を変えてとか、あ、可愛いかも。この黄色は全部一緒に、あ、黄色も変えた方がいいのかな。ほらセンス。でもそういうのも可愛いかもしれないね。しまいです。なんかここに入れても可愛いかな。変なことしない方がいいよね。以上でーす。おしまーい。こんなところからこんにちは、刺し子のサナモンの社長です。今日は鯉のぼりのアレンジをさしていきたいんですが、ゴールデンウィーク中につき家におりません。なので強風に煽られながら車の中で刺し子をしたいと思いますね。この図案すごくアレンジ難しいねってサナノンのメンバーと喋ってたんですけど、本当になんか難しくて、どうしようどうしようと思ったんですけど、なんかちょっと海っぽく、やっぱ海がね連想されたんで、ちょっとこの辺海っぽく刺して中に一目刺ししようと思ってますが、これがいいのか悪いのかも全く分かりません。正解派の糸はこの前オリンパスさんからもらったこのかっこいい青で縁取って、中は細い糸にしようかなと思ってます。はい、こんな感じで正解派の
は縁取りだけできました。一目刺しを刺していくんですが、今回持ってきた糸がこれラメ糸、ほんと使ってみたかったんだけど、一足先に使っちゃおうかな。なんかずっと使いたい使いたい言って、なんか使えてなかったから、みんなも使いたいって言ってたけど、私先に使っちゃおうかな。サナエさんから行くんですか。サナエさんから、サナエさんから。私今回は手抜いた、結構すごいすごい、めっちゃ可愛い。ちょっと似てる私に。そう、本当風車を、もうちょっと下から感じ。あ、ごめんごめん、本当に下で、下で可愛い。可愛い。アイロンかけますか。アイロンかけ、ここでここで一回止めます。ちょっと寝ちゃったからさ、申し訳ない。あ、ここにもある。あ、そう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 、きれいきれい、すごい。風車したかった。風車が分かんなかった。石車にしました。石車って何。これ石車の図なのに。石車って何、うん、これ、これ何、そう、これだよみたいな。そんな知らないんだけど、なんか本があったから、うんうん、すごい風車っぽいなと思ってこれにした、素敵。すごい可愛い。本当、うん、ありがとう、めちゃめちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよ。糸の色も可愛いね、うん、渋いね。そうってちょっとだけこれだけ浮いちゃったから。今めっちゃ言ってるけど大丈夫。指やりながら指やかれるよ。あの画像だけ差し替えて、あと音声入れてさ、ね、いいよいいよ、うん、めっちゃいい。あ、ありがとうございます。よし、このままやれば、このままやれば、うん、これね生えてるよ、これ。か、拡大した方がいいか、うん、これぐらいってよ。アイロン台の上ってかわいいわ。いや、もうどこにさアレンジしようかと思って。わかる。そう、アレンジするとこないよね。長くって、しかもでも二重に刺してるし、ここ、うん、あ、そうそうそう、なの、ね、輪郭とピンクがさ薄いからさ、うん、ちょっとね、こうやったらあれだなと思って、うん、濃いめのピンクを縁取って、で、ここに空いてるところにシグルマさんを刺して、すごい、かわいい、すごい、うん、刺して、ちょっと恋のぼり、うん、しました。恋のぼりっぽい、すごいかわいい、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 あります、素敵。これはかわいいわ、ありがとうございます。女の子でも写真撮っとく。あ、撮っとく撮っとく。あ、女の子もありだね。そう、女の子。いや、だから5月のタペストリーみたいな感じで飾っててもさ、うん、全然いいよね。うん、私もやりたい。はい、ここに上手とか、はい、うん、あざます。 OK です。お疲れ様です。お疲れ様です。出していいさ。はい。なんか Gmail、Gmail。そうやないわ。すごい。さつきにしてみた。すごいね。すごい。G 見えるじゃん。だってこれ他のやつもさ、うん、他の月もさ、その、うん、見せてくるじゃん。そう、飾りたいなと思って。うん、ただ5月だけどね。だってじゃあ他のさタペストリーに、その何月っていうのを入れたらさ、ね、そうそう、かわいい。めっちゃここさなんか二重にしたのと、あ、本当だ、ここかわいい。ここがなんか切れてるのがなんか気になって、うん、あ、ここ刺すのでも難しそうだね、この、うん、難しい。そう、ここに難しかった、ね、ここ切れないように、この、そこまでやばやっぱほら、貴重面な大型、貴重面な大型、すごーい。でちょっとさ、こう、あんなんちの飾りにしようか迷ったんだけど、うん、なんか飾りにしたらくどくなるかなと思って。いや、いいし、いいね、シンプルシンプル、かわいい。いや、いいよ、かわいい、めっちゃいい、よかった、それなら。すごいね、みんなね、みんなよく考えるね、うん、考える、アレンジ力がすごいよね、めちゃめちゃ悩んだよ。むずいよね。いや、むずかった、ね、でももうアレンジの達人じゃん。いや、全然全然。え、初心者アレンジの達人って何？分からん、アレンジの達人、もうアレンジ初心者にはさ、もうアレンジをした方がさダメになっちゃうっていうさ、今回そうなっちゃうから。いや、もう全然、だってもう完成されてるじゃん、図案が。これで今回ほんとほんと、うん、まやちゃん何言う？あ、黒じゃん、めっちゃすごい、前にここに一目朝の葉を刺したんです。すごい、めっちゃかっこいい、
じゃん。色がすごい上手だよ。これで失敗したじゃないですか。同じ糸使ってます。これで失敗してちょっと悔しかったので、そもそも本当はここに大きい麻の葉、なんか麻の葉ってこう守るみたいな形状だかってあったから、ここにやろうと思ったんだけど、大きい麻の葉ここに製図できないなと思って、ひとみ朝の葉をもう一回練習しようと思って、すごいすごいやりましたでございます。すごい綺麗、全然ふかふかしてないし。何これは、これは半分。あ、いいね、この糸すごい映えるね。裏、あ、裏はいい、裏切ってない、あれってバレた、あれ裏はね、うちも裏切ってない、今回でもここも全部十字でできるやつ。すごいじゃん。てかこれかわいい。ピンクがいいね。のどかさんに借りたピンクそのまんま。いやでもいいよね。いいわ。すごいかっこいい。なんかこれ違う色でさ、ここの糸変えてさ、こうなんか家族分みたいなやつもかわいいかなと思ったりしつつ。すごい素敵。素敵。いや自分の出しづらい。今回割と頑張った。頑張ったよ。頑張った感じ。何回なんだよ、あやこさん。うわ、すごい。あれだ、波ね。すごい。なんかさ、滝登りみたいな感じ。はいはい。すごいね、頑張ったね。ね、すごい。でもさ、やっぱこの色負けちゃうんだよね。どうしてもこことか。だから糸選びも悩んで。かわいい、いろんな糸使って。これあれ、いや段染め、段染め、段染め、すごいね。思いのままに、なみなみ書いてったら、すごい、すごいね、こうなっちゃったんだよ。え、すごい、めっちゃいいじゃん。もう自信ない、今回もうなんかね、なんかポコポコ触りたい感じ、わかる、ね、かわいい。一応裏も見せれるよ、今回は。ほれ、いやいい、すごいじゃん、みたいな、登ってるぜみたいな感じ、出てる出てるよ。ひたすら運針でした。確かに結構大変だね。いや運針だから早いかなと思ったら結構時間かかっちゃう。ここら辺大変そう。この辺かっこいいね。ここがいいよね、練りが出てる。そう、もうね、ここだけはね細かくしたかったの。全部細かいときっとくどいんだ。でもやっぱここ全部にいけるのはさ、アレンジ慣れてないと無理だよね。背景全差しはちょっと勇気いった。やろうかと思ったときに勇気いった。無難なところでいこうと。いや、なんか逆に私ここの細かくいじれない気がして後ろにしちゃった。ブエス、すごい、滝の流れです。圧巻だね。登ってます。いいわ、かっこいい、かっこいい。あ、すごいよ、すごーい。なんかきらめいて、あ、キラ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 、このラメの糸だ。そうそうそう、すごい、ラメ、かわいい、かわいい。なんかあれ、光輝いてるね、この、なんていうの、かわいい、めっちゃかわいい、使ってみた、かわいい。私も人柄さんを使ってみた。ほんとだほんとだ。ちょっと大きめだね、このなんか目に見え、そうか、そうかもね。ごめん、裏はぐちゃぐちゃだわ。え、でも大丈夫よ。裏ぐちゃぐちゃだ。え、すごいね、これさ、キラキラ糸はさ、差し方はさ、変わらないの。つらかった。なんか、そうだよ。引っかかり合いそうだよね。引っかかりそうだよね。綺麗、キラキラで。そう。かわいい。なんか全部キラキラじゃなくて、さりげなくキラッとするよね。くどくなくてかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。武器感出る。このさ、色味もかわいい。ね。これさ、オリンパスさんのなんかみんな誰かの差し掛け使ったよ、これ。誰かな。なんか使ったやつか。そうそう、コースターで使ったのの余りを使って。かわいい。かわいいわ。なんか、わって感じする。なんというか。差し子な感じ。そうそうそう、それそれ。そう、海だからね。正解発表して。うん、そう。かっこいい。だけど、全部にする勇気はなくてね。いや、ここら辺が狭いからね。この辺だけで完成してるゾーンだからね。ここ1個増やすか増やさないかぐらい迷うよね。この辺でやめとくみたいな感じ。遠目で見て、かっこいいね。いや、いいわ。これかっこいいわ。みんな、それぞれに、なんか味が出てていいね。いや、すごい絵になんね、こっから見たら。ね。いや、すごいかわいい。難しい。
や辛いよね、考えられない時間がある。思いつくまでがね。そうそうそう、思いつくまで。思いつかないもんだって、そんなさ。でもその考えてる最中好きだけどね。イライラしてくる。考えたところで何にも出てこないもんね。何にも出てこない時。そうね。いやね。このさ、気なりがさ、ちょっと、こんなに素敵なのに、写真に映えなさすぎる、これ。映えないね。見て。わからない。そうだね、もう。なんだな、本当だね。コントラストが全然ないから。もうダメだよね、きっと。横すごい、横黒だから余計にさあれしちゃうかな。これ多分刺してる時イライラしたべね。そんな重ねちゃわしないかもしれない。イライラしないか。私ならイライラしちゃう。文句しか垂れない。文句しか垂れない。よし、オッケーです。